こんばんは、サテゴです。ということで、今回ですね、こんな綺麗なキッチンスタジオに来てるんですけれども、ここを借りて何をするかと言いますと、巨大なサーモン丸ごと1匹料理していきたいと思います。でね、今ね、もうここの冷凍庫に入ってるんですけど、じゃ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 ーん、すごいよこれ、マジでめっちゃでかいからね。で、今回使用させていただいているハイアールさんの冷蔵庫なんですけども、こんなに大きいサーモンが入っててもまだまだ入るっていうすごい冷蔵庫で、買い物かご 3.8 個分も入るとってもいい冷蔵庫をね、今回お借りしました。で、このサーモン今冷凍されてるんですけど、今回お借りした 3-in-2 シリーズの冷蔵庫は、凍ってるのに食材がサクッと切れちゃうソフト冷凍っていうものが入ってるらしいので、ちょっとどんな感じか早速さばいていきたいと思います。さあ、ということで、じゃあ早速鱗をね、がっつり取っていきたいと思うんですけど、いや、やばいよこれ。よいしょ。いや、でかすぎでしょこれ、半端ないんだけど。丸々なんで、処理するところからなんですけど、今日はね、めっちゃいろいろ作りたいと思ってて、まあサーモンフライで、サーモンのクリームパスタ、サーモンのパイ包みとかね、まああとサラダ、サーモンポキとか作れたらいいかなと思ってる。よいしょよいしょよいしょ乗り切らないんだけど、これやばいでしょ、どう考えても。まず頭を落として、うわ、骨かてー、めちゃくちゃかてんだけど、うん、いや、やばくないこのデカさ、半端ないんだけど。ちょっとサーモンさばいたことないんですけど、背中側とお腹側からやってみるね。まあ、初挑戦ということで、見守っててください。骨に当たるまで入れてみようか。うわ、うまそう、めちゃくちゃかてえな。よいしょよいしょ。うわ、うまそう、めちゃくちゃ。見てこれ、このサーモンピンク、もうね、油がすごいよね。これを今からね、料理していくんで、ちょっと半身もやっちゃいましょうね。うまそうこれ。お許しください、お許しください。よいしょ。あー、めっちゃ大変だった。サーモンこんな感じなんですけど、見て、もう凍ってるのね。ふにゃふにゃなんですけど、ソフト冷凍状態って言って、しっかり凍ってるのこれ。冷たいんだこれ、置きたいんだけど凍ってるサーモンってマジでノコギリみたいにやらないと切れないんだけど、いきますね。マジかこれ、すげえ、これやば、え、マジこれすごいんだけど。これ半身を、皮をすいて、皮を引いていきたいと思います。引けるかな、皮。めっちゃむずいんだよ皮引くのって。でも硬いから、サーモンでかいからさ、なんかいけそうな気する。身が残らないようにしたいよね。全然無理むずー。うまい人さ、秒でやるよ。はいーはいー、マジか。じゃあ、まずフライにしたいので、フライにする部分を切っていきましょう。上半身でいいかな。そしたらここに取り出して、で、これ半分に切ろうかな。塩コショウしていきます。そしたらじゃがいも剥いていきます。で、次にスイートバジル、これもね、ちょっと刻んでいきます。マジでバジルっていい匂いするよね。パスタとか食べに行くと絶対ジェノベーゼ食べちゃうからね。そしたらこれも刻んでいきます。そしたらこれ出して、じゃがいも下に敷いていきます。そしたらさっき切ったサーモン、これ乗っけます。やばい、うわ、うまそう。で、刻んだバジルを乗せて、おしゃー、めっちゃおしゃなんだけど。あ、いいよ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 、いい感じいい感じ。ちょっとお願いだから中入ってね。卵塗ります。で、これを今から200度のオーブンで20分焼いていきます。その間に他のやつ作っちゃいましょう。じゃあいきます。ちょっと様子見つつだねこれはね。はい、じゃあスタート。
よし、じゃあパスタ作っていきましょう。そしたら残ってるこの身をね、まあ、細かく切って、まずバターで炒めていきます。はい、いきまーす。はい、どーん。あ、もういい香りだよ。腹減ってんだってこっちは。はい、そしたらここに牛乳加えていきます。そしてコンソメ。マジもうこの牛乳とコンソメの組み合わせだけで激うまいからね。でサーモンの出汁も多分これめっちゃ出てるっしょ。うわー、もう楽しみ。茹でたほうれん草入れます。はい、よいしょ。でパスタが茹で上がるまでちょっと時間があるので、残ってたサーモン、これをねちょっと薄切りにしていきます。そしたらサニーレタスをちぎっておいたので、ここにオリーブオイルで塩と、はい、胡椒をかけて、ちょっとだけ酢入れます。酢を入れるのがねポイントだから、ちょっと入れて、ここに贅沢にこれを乗っけて、はい、とりあえず一品サーモンサラダ完成でございます。はい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 、サーモンパイ完成でございます。ちょっと切ってみようか。これめっちゃ期待だね。やばい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 、どうよこれ、めちゃくちゃうまそうじゃん。よっしゃ、残りのパスタとポキ作っていきましょう。はい、そしたらパスタ茹で上がったので入れまーす。いやー、これがうまくないわけないよ、みんな。よいしょー。で最後にちょっと胡椒を振って、サーモンのクリームパスタ完成でございます。それ小麦粉まぶします。卵にドボーン、パン粉、うわうわ、やべやべやべ、ドライ。絶対うまいじゃん、こんな。うまくないわけないもんね。うまいかける、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 うまいぐらいだよ。はい、そしたら油もちょうど温まったので、180度で揚げていきます。はい、そしたらその間にタルタルソースを作っていきます。マヨネーズ、よいしょー。うわー、美味しそうすぎる。はい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 、最後の一品ですね、サーモンポキ作っていきたいと思いますので、ちょっとみじん切りを追加いくよー。うわー、うまそう。よいしょー、やーべー。はい、じゃあ最後サーモンポキ、これ用に取っといたね、あの身を使っていきたいと思います。これも適当に適当にサイコロ状にカットしていきます。そしたらこっちのさっきの玉ねぎに入れちゃいます。やばい、玉ねぎがちょっと多かったかな。そしたらごま油入れて、塩ちょっと入れます。よく里湯ハウスではあのコストコのサーモンを買ってくるとね、これをやってます。 OKOKOK で最後にね、この万能ネギをちょっとだけ切ります。これを乗っけてあげて、サーモンポキ完成しました。いきます。いやー、美味しそう。これはもう悪魔的すぎる。よし、タルタルサーモンフライも完成しました。ということで、サーモン丸ごと1匹使って5品完成しました。いや、ちょっと楽しみすぎる。あのフライもそうだし、パイもこれめちゃくちゃうまそうなんよ。いただきます。え、こんなに美味しいの、サーモンのフライって。人生で初めて食べたんだけど、これマジ俺とんかつより好きかもしれない。タルタル合う。サラダいきますか。これはね、家でもたまにやったりするから味はわかるんだけど、間違いない。もうリピートしてるっていうことはそういうことなんですけど、もう間違いないよこれ。次はちょっと動画でも紹介したこちら、サーモンのクリームパスタ、これは一回作ったことあるんですけど、いただきます。うますぎる。どうにかこう画面を飛び越えて伝えたい、この美味しさを。食べる？
もう言葉でしか伝えられないのが悔しい。次ポキ行ってみましょう。ごま油と玉ねぎをまとったサーモンがうまいや。これ唯一生、あ、まあサラダも生っちゃ生だけど、これはもう生でサーモンメインで楽しむのが唯一ですからね。いただきます。ね、大変だったんよ、ここまで作んの。マジで2時間ぐらいかかってるからね、全部作るのに。ちょ、いきますよ、これね、本当にやばいから音聞いてて、はあ、サクサク。ちょっといっていい、いっていい、このバジルとジャガイモの挟まったサーモンパイ、いただきます。はあ、もう食えそうなんだけど、うまそうじゃん。これはえぐい、マジでうますぎる。ちょっとやばいよ。はい、ごちそうさまでした。満たされた、お腹もいっぱい。今回ちょっとね、やっぱ1匹使ったっていうことでちょっと作りすぎちゃったんで、タッパに入れて冷凍保存したいと思います。で、今回お借りした冷蔵庫なんですけれども、マイナス18度から5度までね、1度単位で設定温度を変えられるらしいので、食材に合わせて保存方法を変えられるっていうことで、めちゃくちゃ便利だなと思います。はい、じゃあ今マイナス18度に設定してるので、このまま冷凍庫に入れます。入れていきます。めっちゃでかいよね、これ。本当にびっくりするぐらいでかいんだけど。よし、 OK。 今回の冷蔵庫はね、一人暮らしにもめちゃくちゃ便利な冷凍庫付きの冷凍冷蔵庫。ぜひ気になった方は詳細概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。食べるのが大好きな人とか、最近あの巣ごもりで自炊始めた人とかもいると思うんですけど、そういう人にはもうもってこいの冷蔵庫だと思うので、これはねチェックするしかないと思います。ということで、今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、また次回でお会いしましょう。バイバーイ。